どうもこんにちは、今回はですねゾーズウィンズのテント、インナーテントとフライシートがですね別々に販売されているものなんですが、普通に地面に立てるテントとして使ってもいいですし、コットテントにもなるという優れものです。今回はですねこちらをご提供いただきましたのでご紹介していきたいなと思います。はい、じゃあですね、これがねインナーテントです。インナーテントと、これがフライシート、フライシートで、あとねこれなんですけど、ちょっとねこれがなんだかわかんないんだよな。どうもねこのゾーズウィンズの中で、このテントをねサソリ座テントと呼んでるそうなんですが、サソリ座ジヌノ、ジヌノっていうことはねおそらくこれがグランドシートじゃないかなと思うんですよね。多分そうだと思う。あー、やっぱそうですね。まあ、このねサソリ座テントっていうもの自体がですね、そんなにね横幅大きくないんで、このグランドシートも小さいですね。ちょうど合ったサイズと言えばいいのかな。ちょっとサイズを測ってみましょうね。横幅が64センチで、長さは 194.5 センチですね。まあ、この上にですね、インナーテントを立てていくようになるんですが、このスリーブにねこのポールを通していくんですけど、やっぱりこのねスリーブに穴が開いてないっていうのがねすごくいいです。途中にね穴が開いてるものが結構あったりするんですけども、これはね穴がどこにも開いてないので通しやすい。さあこれでねインナーテント組み上がりました。ポールの立て方なんですが、今左側にねポールがあります。このポールはこっち側にこう回っていって、こっち側、要は、左は左に右は右にくっつけてこう交差させる感じですね。であとはこういったところをくっつけると、フックをですねくっつけるかくっつけないかで、中の広さっていうのもね若干ですけどやっぱ変わってくるんですよね。だから一応きちんと止めていきましょう。で全体像を見ていくとねこんな感じなんですが、まあ、デザインがやっぱねかっこいいですよね。前面も開くし後ろも同じように開くと、左右対称のデザインになってます。で色はね何色かあるんですが、僕はこれが一番気に入ったのでこれにしました。インナーテントとね、フライシートの色を変えるっていうことをしてるんですが、まあ、そういう遊び方もできるのは、このテントのいいところかなと思いますね。このようになってます。で今度はフライシートですね。フライシートをかけてみます。でフライシートの、ね、内側の方にこういったフックがあるので、これは必ず取り付けると、これがあることによってずれないので、これは必ず取り付けるようにしましょうという感じでしょうね。で反対側ですね、反対側もフックがあるのでフックを探してくっつけると。でサイドの部分ですね、サイドにもこういったパーツがありますので、こういうのもはめておきます。反対側も同じですね。反対側も同じようにあるのではめます。さあこれで、テント張り終わりました。立てるの自体はねめちゃめちゃ簡単です。で自立式のテントなんで、まあ、インナーテントだけをね使うっていう手もあるんじゃないかなと思います。すげえ UFO みたいな形をしているテントなんですが、まあ、前後ねどちらからでも入れるっていうのもいいところかな。でテントにはねこういったものもついてます。これペグなんですが、まあこんな感じの、なんで1本だけ違う色が入ってるのか
分かりませんが、おしゃれなのかこれ。まあ、ペグが一応ね、5、6、7、8、9か、まあ、こんな感じのねペグが入ってるんですが、こっちの方がね標準的なアルミのペグかなと思います。100均とかでも売ってるサイズがこっち、まあ、こう比べてみると結構ちっちゃいですよね。ちっちゃめの作りをしてます。まあ、その分やっぱり軽くもなってるので、まあ、バイクとかね自転車とかでキャンプする方には、まあ、ちょうどいいぐらいのサイズなのかなと思います。軽いっていうのはね打ち込みやすいっていうのもあるしいいんじゃないかなと思います。で、このテントですがちょっと上げてみますね。ちょっとね今回もあのポールを持ってきてないんですけども、ポールでねこういった感じでひさしを作ることもできます。まあ、ポールが立てられるのはねポイントだと思うのでいいんじゃないでしょうか。で、左右対称なので例えばこっちも開けて後ろ側も開けてってこともできます。なんかね毎回思うんだけど、こうまくった時になんかこの辺で止めるところがあるといいんですけどね、なんか絶対この端っこがこうベロンってなるんでちょっとあんまりかっこよくないですが、まあ、本当1人ならいいかなというテントなんですが、ただちょっとこれ中入って思うのは今3月ですが暑いんで前後はめくったりする方がいいでしょうね。なんかそんな感じがするな。風通しがすごくいいわけでもなく、横の方にねベンチレーターがあるんですが、まあベンチレーターぐらいなのでちょっと開けましょうか。まあポールを立ててませんが、前後開けるとねこんな感じです。これだと風通しもねいいんでテントの中でも過ごしやすいかなと思います。ちょっとこれで中に入ってファスナーを閉めます。ちょっと端っこまで閉めるのはねやっぱりちょっと腰痛くなりそうなんであれですけど、まあ、こういう形状のテントですからねしょうがないでしょう。あとねインナーテントの内部を紹介する と、ここにねランタンフックがあります。ランタンフックが1個ありまして、このサイドですね、サイドに、やっぱりポケットはついてます。まあ、鍵とか財布とかね簡単なものを入れとく用のポケットですよね。これがまあ左右についてると。ちょっとここの前室ですよね。前室が多分映像だと分かりづらいので長さをちょっと測ってみましょう。この一番端っこから行ってみます。端っこからの長さがまあ大体110センチぐらいですかね。結構広い。横がですねあの辺に今あります。あそこにあってこう来て、あ手がつらい。210センチ以上はありますね。まだこっち側に余裕があるんでおそらく220センチぐらいはあるのかな。高さもですね今地面から測ってみますが逆光で見えない、90センチ弱あります。95センチぐらい高さがあるんですよね一番高いところは。でまあ現実的なね前室の高さといったらまあこの辺なんかなと思いますが、この辺でもですね高さが、60センチ近くはありますよね。まあ、それ用テントなんで広さを犠牲にするところっていうのは絶対あるんですが、まあ、それにしても広いなっていう印象です。これが寝るとこですが、まあ、寝るとこも、まあ、人一人だったら全然寝れるかなって感じなんですよね。なかなかこれ面白いテントなんじゃないかな。ただまあ欠点としてですが締め切ってしまうと暑い。その辺はちょっと覚悟する必要があるかな。これはまあ、こういうテントだからしょうがないですけどね。ポールを立てたりしてですね工夫すれば全然大丈夫かなって感じです。まあ、ちなみにっていう話でちょっとここでね寝てみます。よいしょ。まあ全然寝れるサイズなんですがこんな感じですね。まあ、身長が何センチぐらいだろう。185とかあるとちょっときついと思いますけど、まあ、そうじゃなければいけるのかなと思います。まあ、やっぱりねちっちゃいテントっていうこともあって重さもね軽いんですよ。重さが軽いんでまあ持ち運びやすいっていう面では本当バイクとかにはいいんじゃないかな。
少ない荷物でねキャンプを楽しみたいっていう人には、結構うってつけのテントなんかなと思います。さあ、それじゃあその上にですねインナーテントですね、ゾーズウィンドのインナーテントを設置していってみましょう。インナーテントなんですがこんな感じでですね、まずガイドがありますね。ガイドがあって、要はここの端っこにコットンの端をかぶせるというようになっています。ちょっとやってみましょう。うまくかぶさったらこのガイドを引っ張って締めます。反対側も同じようにですねやりましょう。まずガイドを通して端っこをかぶせると、ここですね、ガイドを引っ張ってきつくすると。一応あれなんですかね、クロスにしてなんかちょっと天井を広めにしてるというか、結構いい感じ。あ、ここ通すの忘れてた。座って天井の高さも、あ、本当だね、しっかりあるし、これ天井の高さがどうなんだろうっていうのがちょっと不安だったんですよ。寝る分のあれじゃないけど、ね、こうやって座ってなんかするのにちょうど良さげな高さだね。まあでもかなり広い、なんか思ったより広いです ね、これ立ち上げていい？はい、どうぞ。あ、一応リングがあるから、そうですね、ここでやったらかなり雨でも快適だね。前室になるようになってます ね、こんな感じで、うん、多分これいいじゃん。あ、これ下まで下げられるんだよ、本当は下まで下げれます。結構でも物はいいね。今日はこれで寝るの、うん、今日はこれで、ね、ということで今回はゾーズウィンズのインナーテントとフライシート、こちらをご紹介しました。まあ、個人的にはですねコットテントとして使うのがおすすめなので、普段コットで寝ているという方はですね検討してみてはいかがでしょうか。商品の URL はですね概要欄の方に記載しておりますので、ぜひご覧ください。それでは。